イギリス海軍が1942年から44年にかけて建造、使用した小型潜水艦である。艦級としては、X 級潜水艦とも呼称される。X 級潜水艦は、作戦海域まで、海港担当の乗組員の操縦のもと、母艦となる通常サイズの潜水艦に栄光された。作戦海域に到着すると、海港担当の乗組員は、 ゴムボートで栄光用潜水艦に戻り、代わって作戦担当の乗組員が X 艇に乗り込んだ。作戦実施後、X 艇は栄光用潜水艦と再会合し、港まで帰還することとなっていた。X 艇の航続距離は乗組員の忍耐と艦東精神にかかっていたが、適切な訓練を受けた乗組員ならば、航続距離 2400km ないしは、 航続時間14日を達成できるとされていた。しかし、実用的な航続距離は、水上航行で9 2 6トル水中航行で1 5 2キロメートルであった。X 艇の全長は約1 5 5ル全幅は約1 6 8ルで、水上排水量は27トン、水中排水量は30トンである。として、水上用には、 ロンドンを走るバスで使われるのと、同タイプのガードナー4気筒ディーゼルエンジンを、水中用に30馬力のモーターを搭載し、水上で最大6.5ノット、水中で最大5.5ノットを発揮した。乗組員は、当初、定長、操縦担当士官、機関特務士官の3名であったが、後に船体2艇と水中を出入りする区画が追加され、フロッグマン1名が増員された。 X 艇は武装として戦隊の両舷にアマトール爆薬を充填した2トンの爆発物を装備しており、これを標的直下の海域に設置して目標を攻撃した。爆発物の新艦は次元新艦だった。X 艇の実用性が浸透する前にある程度まとまった数の試作型の X 艇が建造された。最初の作戦可能な X 艇は X-3 で、 1942年3月15日の夜に寄港され、同年9月に訓練を開始、10月には X4 がこれに加わった。さらに12月から翌年に1月にかけて、外形的には同型だが内部を一新した5号艇型の6隻がこれに加わった。以下の作戦は人間魚雷による作戦の一部のため、人間魚雷の項も、 参照のこと X 艇の最初の実戦参加は、1943年9月に、ノルウェーを根拠地とするドイツ海軍の主力艦を無力化するために行われたソース作戦であった。6隻の X 艇がこの作戦に参加したが、目標への爆薬設置に成功したのは、X6-107 の2隻だけだった。残る艇は、行方不明になるか、破損して廃棄あるいは基地に引き返した。 ティルピッツは重大な損傷を受け、1944年4月まで作戦不能状態になった。この作戦は唯一の複数の X 艇が同時に参加した作戦だった。損失艇は1944年中に建造された X20、X25 と6隻の練習用艇によって補充された。1944年4月15日、X24 が ベルゲン近郊のラクセバグにあるウキドックを攻撃した。当初この攻撃に当たるのは X-22 の予定であったが、X-22 は訓練中に衝突事故を起こし、乗組員と共に失われてしまった。X-24 は攻撃取り出すには成功したものの、不運なことにウキドックに並んでいた7500トンの貨物船、バレンフェルスの直下に爆薬を投下してしまった。 このため動線は沈没したが、浮きドックはわずかな損害を受けたにとどまった。なお、9月11日に別の乗組員によって運用された X24 が再び浮きドックに攻撃をかけ、ドックを沈めることに成功している。X 艇が防戦網で防護された港湾に侵入するために使用したのと同型。上陸海岸を偵察するポステージエイブル作戦では、 X20 が4日間にわたってフランス沿岸部を偵察した。日中は潜望鏡による海岸線の偵察とソナーによる水中偵察を行った。X20 は舞を海岸まで近づき2名のフロックマンを海岸線に送り出した。彼らによって海岸の土のサンプルがコンドームに詰め込まれた。フロックマンたちはニアに渡り後に アメリカ軍の上陸地点オマハビーチとなったビエルシュルメール、ムーランイコールセントローレント、コレビルイコールシュルメール付近を調査した。34目には後に上陸地点、ソードビーチとなるオルヌ川三角湖海岸部に向かうこととなっていたが、この時点で乗組員の疲弊がひどく、天候も悪化していたため、丁長の剣ハズペスは作戦を切り上げ、 1944年1月21日に HMS ドルフィンに帰投した。ハズペスはこの作戦による功績で主勲章を受勲した。なお、X20 と X23 は D a y 当日、パイロティッチパーティー作戦の一環として、上陸艦隊を正しい海岸に誘導するための誘導艦の役割を果たした。X9 を改良した G9 で行われた極東での 作戦行動については g 級潜水艦を参照のこと。X 艇の定番号は3から始まる。これは X1、X2 という艦名がすでに他の潜水艦に使われていたためである。X1 は1920年代に1艦のみ建造された巡洋潜水艦の艦名であり、X2 は打破されたイタリアの潜水艦に付けられた艦名であった。 X24 の内部はバレギの海岸に残存している XT 艇の残骸。左が艇首、右が艇尾である。左から順に水中への出入りのためのハッチ、一般の潜水艦でいう司令塔にあたる潜望競争備部、そして第二ハッチが見える X 艇のような小型潜水艦を描いた映画として、ジョン・ミルズンが主演した1955年の戦争映画、 潜水戦隊祈祷せずがある。これは、ソース作戦及びそれ以前の人間魚雷チャリオットによるティルピッツ攻撃を下敷きにしたものである。その後に X 艇を取り上げた映画としては、1969年の潜水艦 X-1 号がある。これは、第二次世界大戦時にドイツ艦との戦いによって、自らの艦と50名の乗組員を失った。 カナダ海軍の潜水艦長が再起の機会を与えられ、小型潜水艦による襲撃作戦のために乗組員を訓練するというあらすじであるジェームズ・カーンが主演した。ありがとうございます。